皆さんこんにちは、ケンです。本日はロードバイク紹介になります。うちのチャンネルで紹介するのは初めてのメーカーではないでしょうか。こちらですね、もう見ただけで多分分かりますよね。ビアンキになります。そのビアンキの最新モデルを紹介したいと思ってます。今映っているこの自転車はまだ仮組み状態です。これからワイヤーカットやホースカット、そしてブリーディング調整を行って初めて完成車となります。こちらのモデルはスプリントのディスクブレーキモデルになります。かっこいいですよね。まあなんといってもまずこのカラーですよね。チェレステカラー。ビアンキを買うとしたら少なくとも私もチェレステが入ってる色がいいなと個人的には思ってます。でスプリントはフレームフォークともカーボン製になっております。そして形状はセミエアロとなっております。まずはフレームをじっくり見ていきましょうか。横にスプリントってありまして、トップチューブにですね、もうビアンキの文字が引き詰められている。もうどこを見てもビアンキ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 と書いてある。ダウンチューブもフォークももうビアンキビアンキビアンキと、チェーンステーンもビアンキですね。すごい主張が強いフレームですよね。遠目に見た時は全然わからないんですよ。何かの柄かなと思うんですけど、近づいたらこういうロゴがたくさん入ってます。賛否両論あるかもしれないんですけど、私はまあこのモデルが好きだから紹介してるんですね。なので全然ありです。かっこいいと思ってます、むしろ、はい。シートポスト、こちらはアルミになりますね。アルミの素材になってます。サドルは側面は光沢があって結構滑りにくい素材です。でこのマットな部分につきましてはサラサラしてますので滑りやすい素材になってます。なのでまあポジションをすごい変えたい方におすすめのサドルかなっていう印象になります。メインコンポーネントに関しましては105が多く採用されてます。クランクだけは105グレードではありません。そしてチェーンは KMC を使っている模様です。ギアは 1132T がついております。ハンドルステムはシートポストと同じメーカーが装着されてます。タイヤとホイールの紹介です。タイヤはビットリアの、ルビーの 700×28C のモデルになります。ホイールにつきましては、ビジョンのチーム30、こちらにつきましてあまり知見はないんですけども、おそらくその30というのは30ミリハイトのことではないかなと思います。ちなみにチューブレスレディモデルなのでチューブレスレディタイヤを装着することができます。このセミディープホイールはスプリントのセミエアロ形状のフレームにすごくマッチしていると個人的には思います。はい、いかがだったでしょうか。試乗こそまだできてませんが、このフレームの形状と、ついてるコンポーネントから見ると乗りやすそうな印象を受けます。まあ、乗りやすそうっていうのは、まあ、ヒルクライムでも行けそうですし、平地でも実は速そう。いろんなシチュエーションのロングライドとかで使えるんじゃないかなって思います。価格もまあ高いんですけど、手が出しやすいレベルかなと思ってます。私の動画で紹介した TCR とかと、まあ、同等レベルに近い、価格帯なので、選ぶ際の比較にもなってくるのかなと思いますが、まあ、ビアンキーさんだと、まあ、もう本当に指名買いでこのチェレステカラーが乗りたいとかビアンキーに乗りたいっていう方が多いのかなと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。